クラブをはじめ宮城県サッカー協会、本団協議会、スポンサー様、各企業の皆様、そしてこれだけ多くのサポーターの皆様に心より感謝申し上げます。今年はチャレンジリーグ2部からのスタートになりますが、1年で、優勝し、1年で1部に昇格することをお約束します。本日ゴールキーパー天野、ディフェンダー小佐船、ミッドフィルダー上辻の3名が日本代表候補合宿で欠席しておりますが、ここにいる17名の選手もそれぞれ個性のあるレベルの高い選手たちです。この個性を生かし魅力あるサッカーをしたいと思っております。ぜひ皆様のご声援をよろしくお願いします。男子も違って女子サッカーも違った魅力があると思います。ぜひ会場に足を運んでいただいて、選手の応援、チームの応援、そして完成されている皆様方、スタッフ、選手全員でサッカーを楽しみましょう。皆さんと共に前へ進みたいと思っております。本日はありがとうございました。千葉康信より